はい、今回はですね、ホニャララを使って指導者、先生の筆圧を数値化するっていうお話をしていきたいと思うんですけれども、早速、この四角ですね、この四角の中に入るのは、計量器ですね。計量器。計量器はこれですね。計量器といえばタニタ。1000円から2000円ぐらいのものでもう十分でございますと。もう小さめのやつで十分ですよ。これを使って、指導者の先生の筆圧をですね、数値化してみるっていうお話なんですけれども、この筆圧って、すごく分かりづらいじゃないですか。先生のその感覚と生徒さんの感覚っていうのは、全く違うもので、で、この筆圧っていうのが結構その線の良さを決める要因の一つになったりするので、この筆圧はちょっとなるべくおろそかにしたくない、しっかりとこう確実に伝えたいことですと。で、この筆圧をより分かりやすくするために、この計量器を使って何グラムぐらいこう紙に対して圧がかかっているのかっていうのをですね、この計量器を使って計測をしてみると。先生がその筆圧を計測して分かったら、で、その同じぐらいの数字を生徒さんにも目指してもらうということでございますね。で、この数字っていうのはやっぱりこう感覚と違って客観的な指標ですんで、こう生徒さんにとってもすごく分かりやすいと、再現性があるということでございますと。で、試しにですね、うちの教室の生徒さんに試していただいた結果ですね、すごいこうヘロヘロな不安定、ヘロヘロですっごい不安定な線しか書けなかった生徒さんがですね、すごくもう力強く安定した線に変化したんですね。これもものの10分くらいでですね、力強く安定した線に変化しました。もちろんですね、それは計量器を使ってグラム、今自分が何グラムぐらい筆圧をかけてるのかなっていうのを分かった状態でしか、やっぱりまだこの力強く安定した線を書くことができないんですけれども、これ、コンスタントにやっていただいて、感覚をその自分のものにしていただければですね、比較的すぐに計量器がなくとも力強く安定した線を常に引くことができるようになるんじゃないかなっていうふうに思います。で、実際にその計量器を使って、その筆圧を計測しているところを見ていただこうかなと思うんですけれども、はい、これがタニタの計量器ですね。で、その上に紙、半紙を敷いています。で、今右手に筆を持っていますと。計量器を起動させて、じゃあ例えば縦画をこう書いてみますと、これ今墨つけていないんですけれども、実際は墨をつけた状態で計測するといいと思います。こんな感じで圧をかけると、こんな感じで、50g ぐらいですかね。で、横画を書くときに、あっと書かれちゃってる。で、横画書くときも、だいたいこれぐらい？ 50g ぐらいですかね。もう書いてるときの、線を引いてるときのグラム数を計測すると。で、この筆圧がその何グラムぐらいなのかっていうのは、その教える先生によって多分変わってくると思うんですよ。筆圧すごく強い先生もいれば、もしかしたらすごい優しい先生もいると思うんで、そこは何グラムが正解っていうのは多分ないと思うんですね。筆管のこの軸のこの傾きだったりとか、眼木、どれだけこう墨を含ませてるかによっても、グラムって結構変わってくると思うんで、それは正解はないということでございますと。はい、っていう感じでですね、計量器を使って指導者、先生の筆圧を数値化するっていうお話で、ございましたと。よろしければ、チャンネル登録と高評価をしていただけるとですね、もう本当に私、喜びますんで、よろしければ、忘れずにお願いできればと思います。じゃあ、以上になります。